今日は最新のドライバーを試して自分に合ったドライバーを選ぶことができるドライバーフィッティングサービスが始まったということで体験に来ました。ちょっとイメージ違いましたね。はい。初速からしてもちょっとパナソニックのスタンダードフラッシュのものがちょっと抜けてたかなっていう感じ。振ってて重いな、硬いなとかって感じありますか？ないです。振ってて硬いな。ちょっと硬い感じします。いや、硬くないです。硬いのかな。5番ウッドと3番ウッドが良かったです。あ、本当に？はい。5番ウッドと3番ウッドとは良きです。良き？はい。さっきのこういうイメージでいう感じ。はい。5番と3番得意なんですよ。あ、ほんと？で、これがもうずば抜けて苦手だから、ティーショット3番ウッドとかあります。はい、それぐらい、はい、ドライバーやばいです。結構これいい数字なんで、それよりも出ないかもしれない。今使ってるものより少し深まりを抑えた感じ。はい。重さフレックスは一緒です。そんな悪くないって。はい。感じがします。ちょっと捕まっちゃうかな。なんか柔らかいですかこれ？なんかこっちがパッて少しポンと入る感じがある。全然違う気がする。ここの名前取っちゃった。あ、取っちゃった。取っちゃった。
いや、重くて。ああ、それ重いもんね。はい。それないと結構曲がるよ。これの影響あるかも。いや、あります？めちゃくちゃあるよ。なんか重くて。そうだね、ヘッド自体が重いの、サブゼロって。勝手に取っちゃいました。取っちゃった。で、それないと、ミスに弱くなります。そう、ここでさ、弾当たるじゃない、はい、そうするとヘッドってシャフトがここについてるから、ヘッドってこうなろうとするんだよ、うん、で、これをここに鉛があると衝突エネルギーが線になるから反発が生まれるんだよ、はいはい、これがないと負けちゃうんだよ、なんか単純に。あ、ヘッドが。そう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 、なんかどっちかというとフェースが開きやすくなっちゃうね、これ。フェス開きますか。そう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 。あーみたいな。そんな感じ。だちょっと、でもこれ入れちゃうとね、ヘッド自体の重さは確かに出すぎちゃうから。すごい重くて。そう重いよね、サービス。でもこれあっても無いって感じないですね。多分これだったら大丈夫だと思う。へー。そこ取ってる人初めて。硬い感じする？そんなしない？いや、しないですね。すごい近くなっちゃったね。はい、結局、うん、結局今使ってるので、ヘッドとしては今使ってるものよりかは若干ちょっと安定感は、うん、ヘッドの安定感は出したような感じになるかな。振るとやっぱこのぐらいのボールスピード出るし、はい、230も超えてくるし、キャリーも出る。はい、振ればいいのか。振れば、あ、最初はこのぐらい振れてたんで、ちょっと後半疲れてきちゃった。
そうだね。最初に打ってもらった感じがすごい似るでしょ。一気にボールスピード上がるでしょ。3ぐらい違うでしょ。まあちょっと疲れてきたかなっていう感じがあれだったんだけど、後半のこの2つはすごい最初の打ってもらったのにも多くしかない。230以上とかあるし、まあ、こんだけ打ってるとね、あんまりね、疲れてくるのがすごいと思う。まあ結果としてはその組み合わせが一番いいかなと思います。はい、これもボールスピード58近く。おーすごいすごい。確かにキャリー200です。そうですね、振ってないんですね多分。そう、振ってなかったさ、途中の体なんか振れなくなった感じがあった。意識してみてください。やばい、今の渡りでも行くんですね。そうですね、結構、まあ、そういうところがちょっとこう許容性持たせたヘッドのいいところですよね。振ればちゃんと初速は57ぐらいで推移してるので、でしっかりとキャリーの力を飛んでますね。一番最初のって57一個もないんだよね。これさらに最初に振ってるから疲れてないはずなので、振り慣れてるはずでもあるんだけども、やっぱりこれだけでもホールスピード初速が2違うし、全然違う。ちょっとこう飛ぶ要素としては非常に高いかな。飛びますね。もしちょっと打ち出し少し左にこう入りすぎてるなと思ったら、そのスライダーちょっと中側にずらしてあげるんだけども、ベースの回で収まってくるかな。下に下ろす、下にやると捕まっちゃう。あ、もっと左にちゃう。上に。ああ、なるほど。あ、そういうことか。理想通りです。今お使いの内容よりもどうしよう、さっき最初ねちょっと言った通り打ち出しがちょっと違うんですよね。今は使い持ちです。本当に言った通りストレートからの右の足で、最後の提案した内容の組み合わせっていうのは少し左に入るところ、はいはいはい、でそこから右に押していくっていう感じなんで、でこの曲がってるのはやる気なかったやつなんで中抜けしたやつなんで、いいやつは綺麗にちゃんと平和に、まあ、とりわけ右を消すっていう、はい、今日の悩みからするとちょっと使うことある。でも後半ね、このシャフトでだって捕まってきてたからいい感じかなと思って全然前にあるでしょ。はい、この組み合わせ、これピンクと一緒です。はい、だいたい一緒ですよね。だいたいまとまって少し捕まらない感じになってきた。明らかにこう白の枠よりかはいい結果にはなってるかなと思います、はい、お疲れ様でした。自分の悩みであった右に行きやすいのが改善されて、自分の理想の球が出るクラブが見つかりました。今日のおすすめのシャフトとヘッドの組み合わせが後日メールで届くので、それをそのまま買うことができます。皆さんも体験に来てください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしています。バイバーイ。